マリータッソーマリータッソーはフランスの老人形作家。マダムタッソーの呼び名とロンドンにマダムタッソー館を設立したことで知られる。マリータッソーはマリー・グロシュルツとしてフランスのストラスブールで生まれた。軍人であった父親ジョセフ・グロシュルツはマリーが生まれるちょうど2ヶ月前に7年戦争で戦死している。母親のアンヌメドはマリーを連れて スイスのベルンに移住し、ドイツ出身の医者フィリップ・クルティウスの下で、家政婦として働き始める。この地でマリーは、スイス国籍を取得した。内海であったクルティウスは、牢による造形術に優れ、解剖模型を制作していたが、後に牢人形制作を手掛けるようになる。マリーは、回想録の中で、クルティウスを、おじと呼んでいる。コンティッコー。 ルイ・フランソは一世の地遇を得たクルティウスは、その勧めに応じて1765年にパリに移住し、老人形展示会のための仕事を開始した。同年、ルイ15世の公めかけ、デュバリー夫人の老人形を制作した。この時の因型が、現在見ることのできる最初期のものである。1767年に、クルティウスは6歳のマリーとその母親をパリへ呼び寄せる。 クルティウスの老人形展示会は1770年に初めて開催され好評を博した後1776年にはパレロワイヤルに会場を移した1782年にはタンプル大通りで後の恐怖の部屋の原型とも言うべき大盗賊の洞窟を開催したクルティウスはマリーに老人形細工の技術を教えマリーはクルティウスを手伝いながら 才能を示すようになる。1778年にマリーは最初の老人形を制作する。ジャン・ジャックルソーのそれである。この時期にマリーが老人形を制作した著名人として、ボルテール・ベンジャミン・フランクリンを挙げることができる。マリーはパリでフランス革命に巻き込まれることとなる。革命を彩る重要人物にも出会っている。ナポレオン・ボナパルト マクシミリアン・ロベスピエールなどである。他方、ブルボンウォーケとも良好な関係を保ち、特に1780年から1789年の革命まで、ルイ16世紀の妹、エリザベートの老人形教師として、ベルサイユ宮殿に居住した。パレロワイヤルで老人形展示会が開催されていた時、展示会を訪れたエリザベートに、クルティウスがマリーを紹介した。 このことが二人の関係の発端となった。革命の二日前、1789年7月12日の抗議の更新に、クルティウス政策のジャック・ネッケルとウルレアン公、ルイ・フィリップ二世の牢の首が参加している。しかしながら、王党派であるとの疑いでマリーは逮捕される。ギロチンによる処刑を待つ間に、牢獄で出会ったのが、後にナポレオンの記載となるジョゼフィーヌとボアルネであった。 ギロチンによる処刑に備えて頭を反られていたにもかかわらず、マリーが死を免れたのは、その労災区の技術ゆえであった。友人も含まれていたギロチンの犠牲者のデスマスクを作る仕事に使われたのである。ルイ16世、マリー・アントワネット、マラー、ロベスピエールのデスマスクを作ったのも、マリーだった。後に、ロンドンのマダムタッソー館に恐怖の部屋を作り、 フランス革命に関連するグロテスクな展示を行うが、まさに実体験に基づくものであり、マリーだからこそできる仕事でもあった。1794年に、クルティウスが57歳で死去した時、自ら制作した老人形のコレクションをマリーに残した。1795年に、マリーは土木技師であったフランソワタスソーと結婚する。マリー34歳、フランソワ25歳であった。 その後、二人の子供に恵まれる。ジョセフとフランソワである。1802年、4歳の長男ジョセフを連れて、マリーはロンドンを訪れた。老齢の母、夫フランソワ、もう一人の息子、二歳のフランソワはパリに残された。ロンドンでは、ライシーアム劇場で、老人形展示の興行を行い、好評を博した。1802年に、 ライシーアム劇場での興行を終えるが、ナポレオン戦争のためにフランスへ帰国することができなくなり、そのコレクションと共にスコットランド、イングランド及びアイルランドをめぐる地方巡業の旅に出る。この後もマリーがフランスへ帰国することはなく、母親と夫とは二度と会うことはなかった。次男のフランソワだけは1821年、または1822年に、 イギリスへ渡り、兄と共に母の仕事を支えることとなる。ベーカー街の老人形館のためのポスター30年にも及んだ地方巡業を終え、ようやくロンドンに戻ったのは1833年のことであった。ロンドンでも数カ所で興行し、ついに1835年、ベーカー街に常設の老人形館を開館した。マリーが70歳代半ばのことであり、 この後15年間死ぬまでここで活動を続けることとなる。1838年に改装録を執筆し、1842年に自身の老人形を制作した。この老人形は現在もマダムタソー館の入り口に展示されており、マリー自身が制作した老人形のいくつかも現存する。1850年4月16日にロンドンでマリーは亡くなった。 88歳であった。ガン街の聖マリアカトリック教会に葬られた。マダム達相官は、ロンドンの重要な観光名所となっている。アムステルダム、ベルリン、ハリウッド、香港、ラスベガス、ニューヨーク、上海、ワシントン DC 等に文館が存在する。ありがとうございます。